はい、皆さんこんにちは。今日は新規でディーラーさんに納品していきますよ。もともとあった植物たちは全て外に出していただきました。早速鉢カバーを設置していきます。どんな風にしようかな。店長さん不在で全てお任せということだったので、鉢も植物も僕のコーディネートで全ていきたいと思います。今回はですね、この空間を癒して、おやおや、角を生やしたお姉さんがいましたね。ハロウィン前だったのでスタッフの方も仮装しています。何だったっけ、あ、そうそう、今回はですね、この空間を使って庶民の憩いの広場、こんな感じに仕立て上げたいと思います。店長さんとも話してですね、ここ人口密集地なのでフラッと近所の方たちがね、立ち寄って車を見に来たりお茶を飲んだりすることもあるそうなので、緑の中で商談やね、ゆっくりしていただけるスペースを作れたらなと思っています。今回はですね、依頼を受けてから2日での超ハイスピードでの納品だったので、イメージ全然固めていません。ほんとハウスの中で植物を揃えて、この店舗に来てまた相談しながらですね、リアルで何も固まっていない設置です。はい、でもですね、そんなハイスピードでの納品が僕の真骨頂。ここはですね、普段お目にかからないような大きい観葉植物をドンドンドンと設置して、緑癒される空間を作りたいと思います。こんな立派な曲がりのウンベラータですけど、歩行一つでね、随分雰囲気も変わるんです。次から次へと設置していきますよ。人が通るので下葉は少なく、上が茂っている植物を設置していきます。このウンベラータも実は4メートル近くあるんですよ。この広い空間に設置するとそんなにね、大きくは見えませんが、どうです、いい感じでしょ。はい、こちらはプラキシトンです。この大きさのプラキシトンもなかなかお目にかからないと思います。はい、ということで今回のイメージはですね、森の中の木の下で商談やお客様がゆっくり癒されるスペースを作るということです。皆さんお気づきですか、これ全部ハウスの中にあった植物たちですよ。それではどんな風に仕上がったかご覧ください。今回は森の木の下での商談やお客様の癒しの空間を作るということで、約4メートル近くのウンベラータプラキシトンを設置してみました。あえて下葉が少ない植物を設置することにより、圧迫感やお客様が下を通る時の動線の邪魔にならないように設置してあります。窓際にはショールームの外からも賑やかに見えるように、オリジナルの寄せ植えや乾燥に強いゴムの木を設置してみました。こちらにも乾燥に強いとっくりランを一つ。こういう風に大きい植物の中に小さい植物をアクセントとして使うことにより、より一層緑が際立つ空間に仕立て上げてみました。はい、いかがでしたでしょうか。今回の緑の空間、たくさん大きい植物を使い、緑癒される空間を作れたんじゃないかなと思います。熊本へお越しの際はぜひカローラ熊本武蔵ヶ丘店へお立ち寄りください。それでは今回はこんなところで、バイバイ。